犬神さんに白鳥さん、お久しぶりでございます。その名を呼ぶ。おやすみなさい。若旦那、寝る前にもう一つ言うことがあるでしょう。大空青くビートロのように頭は痛くないかい。サスケ、仁吉、お父っつぁん大丈夫です。いい調子です。おお、ちょいと待ってな。すぐ呼ぶな。弟子に引っ捕らえてやるんだよ。それはそれは心強い。お待ちしておりますよ。これ食べてみてくれ。オイラが作った新作なんだ。羊羹か。どれ。道は遠くいつかそれぞれに時には遠く感じても、我らへかし年がねえかしますよ。我らへかし今週は。お父っつぁんはね、もう本当に生きた心地もしなかったよ。明日は頑張らなくちゃ。ここは長崎や、お江戸で一番。